にちは、親父の家のひじいです。毎日暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はじじいの昼飯第2弾、夏にうってつけの冷やし中華を作って食べようと思います。よろしくお願いします。お湯が沸騰してきたので、麺を投入、昨日夕食で出たサラダ、これサラダです。冷やし中華のつゆです。入れます。紅生姜を忘れてきてしまったので、みょうがを取ってきて、紅生姜の代わりにします。サラダに入れます。こんなもんでいいかな。昨日のサラダを入れて、完成。よいしょ。それではいただきます。青汁、私は青汁が欠かせないんですね。うん、美味しい。で、氷を入れてよくかき混ぜます。では、いただきます。うん、おいしい。トマト、キャベツ、コーン、
暑い時は冷やし中華はとても美味しく食べられました。それではまた。